小谷城の戦い、小谷城の戦いは、天正元年、1573年8月8日から9月1日まで、小田信長と、浅井長政との間で行われた、戦国時代の戦いである。元気元年、1570年4月、終わりの小田信長、越前の浅倉義景と同盟関係を結んでいた、北近江の浅井長政は、 信長による朝倉征伐戦を見過ごせず、小田氏と断交した金ヶ崎の戦い。同年6月28日には朝倉氏と連合して、信長と徳川家康の連合軍を迎えるも敗北、姉川の戦い。直後に浅井氏は本拠、小谷城の南方拠点である横山城を奪われ、木下秀吉が首相として浅井氏の監視役に置かれた。それでも、 朝石は信長への抵抗を続け、9月に信長が三好三人衆を討伐せんと、摂津に出兵、野田城、福島城の戦いした隙をついて再び、浅倉と放棄し、滋賀の陣、一死報いた。この時期から、室町幕府十五代将軍、足利義明の呼びかけに応じた石山本願寺らも、小田氏を攻撃し始めた、信長包囲網。しかし大見では、 孤立した助は山城主の磯野和正や宮部慶順が織田家に降伏。小谷城近辺の町が毎年放火、勝った老関を受けるなど、浅井氏は苦境に陥っていった。元気三年、1572年7月、5万の大軍を率いた信長は、小谷城の目と鼻の先にある虎御前山に本陣を敷いて、取を集築し、虎御前山から、 横山城まで長大な要害を作り始めた。これを見た浅井氏は、浅倉氏に、河内、長島で一行一騎が起き、尾張と美濃の間の道を塞いだので、浅倉殿が出馬なされば、尾張、美濃勢をことごとく打ち果たせるでしょうと巨峰を伝えて、縁を求め、越前からも浅倉軍、吉陰の一万五千、浅倉系鏡の五千が救援に駆けつけた。これと、同時期に、 正常作戦を発動させた会の武田信玄が、信長、家康の両国へ進行した。しかし、吉影はほとんど後世に出ず、むしろ、朝倉勢から全馬義継不死、富田長重、戸田友次、慶愛助が、小田方に寝返る始末で、小田方の要害が完成してしまった。信長は、滋賀の陣に引き続き、火を決めて、決戦に及ぼうと吉影に申し入れたが、 やはり吉影は動かなかった。9月16日、信長は、木下秀吉を、虎御前三歳に残して、横山城に兵を引いた。11月3日に、浅井浅倉勢はやっと動き、要害に攻撃を仕掛けてきたが、木下秀吉に撃退され、12月3日に、浅倉勢は、越前へ撤兵してしまう。武田軍も、 信玄の体調が悪化したために会に撤退を始め、その途中、翌元気四年、1573年4月に、信玄が病没。朝倉軍引上げから翌年2月までの信長の動向はよくわかっていないが、おそらく美ので、武田氏を迎撃する準備をしていたと思われる。なお、自分の死を3年間は隠せとの信玄の異名に、従った武田家では、同年内のだ。 徳川への本格的な再興をすることはなかった。元気4年3月、信長法移毛の名手、足利義明が、巻東城で挙兵。信長は、和睦を申し出るが義明は、拒絶。4月に一度は和睦したが、7月に義明が再挙兵すると戦闘に及び、義明を降伏させ、7月20日に義明を放築し、牧頭城の戦い。 二十八日には元気から転生に改元させた。さらに八月八日、浅井家重臣の山本山城主、厚地貞行が小田方へ寝返ると、信長はこれを後期と見、三万の軍勢を率いて、北大海への侵攻を開始、虎御前山の砦に本人を敷いた。小田軍は背後に、浅倉氏が控えていたこともあり無理に力攻めは、しなかった。一方、長政は、 巨城の小谷城に五千の軍勢と共に籠城したが、離反が相次ぎ、小谷城の孤立は、ますます強まっていく。浅井氏は、浅倉氏への援軍要請しか手段がなく、その浅倉氏は、浅倉家家中の一部から上がった、反対の意見を押し切り、吉陰自ら二万の軍勢を率いて、小谷城の北方まで進出する。ところが、朝倉軍は、前哨戦で敗北した上、 構築した、城塞、大竹取でなどをたやすく疾患。このため撤退し始めるが、そこを、織田軍に猛追され、壊滅的な敗北を被った、と根坂の戦い。吉影は十五日に一条国城にたどり着いたが、十七日に、織田軍は、朝倉市の居城一条国城を攻め焼き払ったため、最深部の大野軍の山田省まで逃れ、ついに二十日、朝倉系鏡の裏切りもあり、 吉陰は自陣して、朝倉氏は滅びた、一条、国条の戦い。越前を制圧した信長は、織田軍の一部を、越前での戦後処理に止めて、小谷城へと引き返し、二十六日に、虎御前山の本陣へ帰還すると、全軍に、小谷城の総攻撃を命じた。翌二十七日、木下秀吉率いる三千の兵が夜半に長政の、夜本丸と長政の父、 浅井久政が籠る小丸二との間にある、京国丸を占拠した。この時、三田村定より、海、北綱親らは討ち死にした。これで、不死をつなぐクルワを分断することに成功した。やがて小丸への攻撃が激しくなり、八百の兵を指揮していた久政は追い詰められて、小丸二で浅井やんなと共に自害した。その後、本丸はしばらく持ちこたえ、長政はその間に、 着南万福丸に家臣をつけて城外へ逃がす。さらに、性質の押しの方を三人の娘、浅井三姉妹と共に、織田軍に引き渡した。その最後の仕事を果たした後、九月一日、袖車の赤親敷内で重臣の赤尾清綱、弟の浅井正元らと共に長政は自害して、小谷城は落城した。この日をもって、 北大江の戦国大名浅井氏は助政から三代で滅亡したのである。ただ、アの森清貞は逃亡した。金ヶ崎での裏切りもあり、信長の浅井氏への仕置きは苛烈を極めた。浅井長政、久政親子の首は刑で獄門にされ、男系の万福丸は探し出されて、関ヶ原で張り付けにされ、親族の浅井両親、 浅井祈り、家臣の大野木秀俊氏も処刑された。他にも、浅見同祭など、寝返った将にも、処分された。また、長政、久政の頭蓋骨は、吉陰のそれと共に薄子にした。これは敵将への隆史の念があったことを表したもので、改め念にあたり、根性と構成を合わせた清めの場で三章の母題を、弔い新たな出発を期したものである。 おたり城は廃城にした上で閃光のあった秀吉に与えられ、秀吉は長浜城を築いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。